ついこの間ね、母親から LINE 来まして、地面師おもろいよということで、ネットフリックスで今見てるんですけども、まあ物語性は面白いです。ただちょっとグロい。いつもありがとうございます。おそもんば徳島のパンブビンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、で濡れ場シーンとかもあるんですよ。で俺いつもリビングで見てるんですけど、子供たちもおるじゃないですか。その濡れ場シーンが流れた瞬間慌てて消しましたけども、その濡れ場シーンは聞いてないですねまあ物語性は面白いのでぜひ皆さんも見てください。で今回の動画なんですけども、まあ、久しぶりのちょっとまあランキング動画といいますか、そう、超巨子現 Z 学生がね、いろんなキャラ増えてきました。で、次誰が来んねんって話ですよ。まあ、候補としてはこの4体なんですが、やっぱりどれもこれも来てほしい。ただまあ、これ匂わせで、まあ、これは、まあ、近いうち来るでしょう。で、その次ですよね。次ね、まあ、イベントドロップさんのフリーザ第一形態。もうなんか約束されてるような気がする。だって肩こり悟空がほらもう超極限来てるじゃんね。であとここの2つですよ。パーフェクトセルとスーパージャレンバー、この2つね、近々早い段階で来ていただきたい。ただスーパージャレンバーもしかしたら10周年で超極限するんじゃないかなとか、次パーフェクトセル来るんじゃないと私は思ってるんですけどね。まあ、リンク上げてないよ。まあまあ、あれだわね、あれそう、性能発表されたら、まあ、リンクマックスにするんですけども、パッシブ短いね当時強かったんやけどね。当時それは強かったですよ。ただキダマ取れなかったら意味がないというね。まあそんな感じで、まあこの4体非常に楽しみでございます。で、現状ね、超極限 Z 覚醒来ているキャラ今相当してます。はい、この8体ですね。うん、おいお前肩こり悟空どないしたんだって思ってるでしょ。省きてます。あれはイベントドロップさんなんで、そうそう、イベントドロップさんは必ず育成してくださいね。そう、うん、この8体の、まあ、ランキング、やっていこうかなと思います。ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたしますというところでいきましょうか。最初に言っておきますよ、私独自のランキングなんでね。そうそうそう、賛否あると思います。うん、ランキングって結構本当難しくて、うん、これが1位とかさ、これが最下位だったら、ぜひコメントちょうだいね、コメント。そう、で最近ライちゃんとか白亜さんの動画見てるんだけど、2人の視聴数ったらすごいななんかチートしてんの教えてやで行きましょう。ごめんなさいね。はい、この8体まずね、まあこの8体どれもこれも強いですけどね、まあ、最下位って言いたくはないんですけど、この8体の中でちょっとしんどいな、ちょっと使い勝手悪いなっていうのがこちら、スーパーサイヤ G3 ゴテンクス。この度のスーパー、ウィンターセレクトドッカーフェス6で私虹にすることができました。で、超極限 Z 覚醒後のステータスなんですけども、気力メーター11だと、回避率とダメージ軽減率が、上がると。ね。で、12で回避は発生確率33と、気力メーター11っていうのが難しいんですよ、基本。俺、なったことがないです。てか、あんま使ってないです。スーパーサイヤ人3、5、テンクス。嫌いではないんですけどね。なんか、気力メーター11っていうのはちょっと難しいんで、ちょっとこの8体の中ではちょっと最下位と、まあ、させていただきました。はい。ちゃっといきますよ。うん。で、次まして、第7位。悟空ブラックですね。僕、まあ、スーパーボス固めたら、まあ、認識ダメ変換してくれてね。ただ、ランダムですね。ランダムなんでね、変わらない時が多々ある。ただ、めちゃめちゃ強いですよ。ボケの補正もありますしね。うん。は、持ってない方は交換する価値はあるかと思いますけども、がっつり使ってるかって言ったら、使ってないですね。使ってないです。はい。ていうか、俺も、なんか詐欺師になろうかな。もうすぐに顔に出るタイプは詐欺師になったらいかんね。もうバレちゃうから。はい。で、続きまして、なんだ？ああ、第6位か。第6位。はい、こちら。フリーザフルパワー。強いけどね。クソほど強いけどね。うん。で、一番目に折るときダメージ軽減つく。で、受けるダメージ 50% 減。ほら、鉄壁なんですけども、やっぱりダメージ軽減減っていきますよね。そう。軽減だって、系だとちょっとペライなっていうところはあります。ただ純粋サイヤ人特攻なんで、もうそれはそれ効果力
出ますね。だから2枠、ちょっと先手受けたいなときは1番目に置いて、でちょっと効果力出したいなってときは2枠目3枠目に置くという、まあ、感じのフリーザフルパワー、ちょっと私なりのちょっと第6位かなと、この8台だけは第6位かなとさせていただきました。はい、で続きまして第5位、龍拳国。龍拳じゃあどっちか迷って、正直どっちか迷って、そうそう、あのフリーザフルパワーをあの上位に上げるか、この龍拳国を上位に上げるか。うん、龍拳国もね、必ず登場必ず会心発動で、で、あの長径極径の会心も上げていただいて、で5ターンの間アタック伝説150の、これ追撃でえらい追撃してくるんですよね。フリーザフルパワーよりもあの結構使い勝手いいかなということで、ちょっとフリーザフルパワーよりも上位と、まあ、させていただいたんですけども、使ってます皆さん龍拳国。うん、結局あの同盟キャラが邪魔するのね。そう、あの技の LR の龍拳国と一緒にね、あのパッシブあの噛んでくれたらね、よりよりランキング上位に、来るんじゃないかななんて思ってます。はい、今はできますか、今何位っつった。8、7、おい忘れてるぞ、さっきの8、7、5か5、はい、5ですね。はい、で続きまして第4位、第4位、あ、純粋部、あのもうあれ補正めっちゃいい、補正めっちゃいいんやけど、2回攻撃受けられるとペライペライ、ただめちゃめちゃ効果力出るし、めっちゃ補正してくれるから、交換する価値はありますし、今のドッカーフェスの新キャラのアルティメットご飯吸収ブート、あの使っていただきますと、相性いいですから、ぜひね、持ってない方はそのセレクト流石で交換して、まあ、一緒に使っていただきたいんですけども、うん、で HP も回復しますしね。ただ2回攻撃ぐらいと、まあなんだろう、タイムアタックとかさ、なんかパンチマシンとかさ、なんか補正欲しいなって時にはもううってつけなキャラと言っても過言ではないですね。うん、で次がこっから、ベスト3か、こっからベスト3やから皆さん、そう、もうさ、あのもう序章は終わったから。こっからベスト3、第3位ね、ビルスです。私はこのビルスが第3位かなと思ってます。で自身の記録プラスアタック伝説160ベースで、で必殺技発動時さらにアタック伝説160の高確率で会心発動で、で劇場版ボスまたは神次元または怒り爆発攻撃参加中におると、伝説上がってガードすると、で攻撃を受けるたびにアタック伝説伸びていきますよと、で HP30% 以上の時受けると30軽減で、60以上のさらに30軽減、もう鉄壁ですね、鉄壁やし補正もついてますし、で激怒するし、うん、はあ、これ激怒ついてるからさ、これにもう難しいよなランキング。いやこれちょっと私は第3位ですね。うん、いやそれ2位だろう、ビルス1位だろうってあったらコメントちょうだい。はい、で第2位です。はい、これ第3位ビルスね。で第2位がプロリー、もうプロリーね、もう悪魔やから。ごめんな、語彙力ないごめんな。そう、もうダメージ軽減もつくし、でもめちゃめちゃ追撃するし、もう補正ついてるし、もう気玉変換もしてくれるしみたいな、とにかくあの世界同時キャンペーンのマグマブロリーと一緒に使っていただきたいですね。まあ同盟問題なんですけども、それがあの祭りブロリーと一緒に使って、いただけると、もう効果力出るわ、追撃するわ、敵全体を補正するわ、ダメージ軽減つくわ、でもう大盤振る舞いやから、まあぜひあのスーパーセレクトドッカンフェス流石で、交換して育成して遊んでいただきたいかなと思ってます。というところで、栄えある第1位がもう こちら、あの超極に約束されておりますアルティメット孫悟飯、今現状ねまだ超極に、しておりません。ただ追撃、してしアタック点数伸びます。で2枠3枠に使うとガードします。で、自分自身 あのベースのパッシブも すごくいいし、で相手が合計だと補正もつきます。で、長径で、編成するとより火力を
出すということで、俺なんつった、相手5桁と補正もしてくれるっていう、編成してくれって言わなかったらごめんね。そう、あの 58% 補正か、アタックディフェンス 58% 補正なんで、ワンチャン純粋ブーよりもあのいい補正してくれますから、ぜひね皆さんアルティメット総合派、今ドッカーフェスラインナップされてるでしょ今ね、これね、こいつね、当てた方はね、ぜひあのあれだ、育成、していただきたいのと、150枚で交換できるでしょう、もうリーズナブルよね。そう、俺555になってる、うん、ファイズ今一人一人がちょっとすいません、なんだ、あ、そうそう、レセレクト流石あるのかな、そのご飯は情けだな、あるのか、あ、ないじゃん、え、ないじゃん、わあ、こういうところやね、やらしい。ああ、運営こういうところやわ、ほんま。え、ないよな。え、ないよな。ここにあるんけ？ここにあるのけ？ん？ここにあるのけ？あ、見れんのかい？あ、見れんのか？あ、あるのけ？ないやんけ？ないやん。うん。やらしい。こういうところやね。まあ、そんな感じでさ、超極限、次誰が来るんだっていうやつと、今現状来ておりますこの2024年超極限 Z 覚醒キャラランキングをお届けさせていただきました。まあ、10周年近いからもう楽しみよね。ただね、10周年でさ、やっぱり1周年ゴジータ、 1.5 周年ベジット、即ベジね、うん、これのね極限ね、本当に来てほしい、じゃ極限じゃねえや、超極限ね、うん、来てほしいですよね。10周年皆さんは何の超極限来てほしいかっていうのも教えてくださいな。そう、にぎわおうぜ、喋ろうぜ、俺と友達おらん、俺と相手してくれ、まあ、そんな感じです。はい、いや、このギャラね楽しみです。はい、うん、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価ね、でチャンネル登録をおすすめの方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。